月が見えてきたよラブよ今夜もはい、えー、というわけで配信今日は地図を見ようこ地図と小写真を見ていこうという配信でございますえ今日はまあこれ五十音の後ろから来ててね若松若葉台と来て今日は若柳ですね相模湖となります その前にですね、前回の、こちらですね、若葉台、こちらに来ました書き込み見てまいりましょう、こちらですね、野村さんでいいかな、ありがとうございます。京王相模原線の計画に合わせて京王不動産が開発した住宅地です。おそらく昭和50年以降に開発されたはずですということで、これね、あの、小写真見ると、 バッとできるもんねで確かに京王線が伸びてくるルートといえばルートだよねあそこからこう津久井中野までぐっとね行くってあそこにねマンションできたからできなくなったって話多いけどまあ京王線来てたらここは随分変わっただろうな若葉台はねそうかやっぱ京王線はそれを見越してなんだろうななんか京王線がこういう感じでさ京王相模原線の沿線見越して買い取って 開発した土地って多そうだねなんかね城山とか <laughs> あの辺はいっぱいありそうな気がするなあ <laughs> ありがとうございますさあ今日は若柳でございますねまあこれ見るとさもうプレチャーフォレストだよなあの山沿いにあるという感じですねこれこれさ今地図見て気づいたんだけど飛び地があるね こっちの方これ飛び地だよね、ここね。飛び地があるっていうのがすごいな。これ、全これ相模川って、相模湖か。相模湖って、だって、こっちにこう行ってるわけでしょ、これ。ここは何だ、これ。あ、でもこれ、相模湖か。ああどうなってる、ここ。ここ。ここだよね。あー、やっぱそっか。 相模湖かここまで相模湖になってるのかで相模湖の対岸側こっち側も若柳ってことなんだねえ飛び地があるのはちょっと気づかなかったなまあここがプレジャーですもんねあでもさこれ見るとさプレジャーフォレストって森々湖森森でしょ今森森ね森森ここだけどさ 駐車場若柳じゃないんだねえもうプレジャーフォレストって若柳っていうイメージがあったけどここだけ飛びちもう飛びちょういな若柳これさ入り口ここでしょここは若柳なんだ <laughs> ここの駐車場若柳で、ね、駐車場徐々に何なのここじゃあ素晴らしかはあ素晴らしになるのかここ そうか、すわ、あれここも若いに、ここも飛び地だね。すわらしか、ここ。すわらしです。じゃ、ここはこっち側は何なんだ、これ。なんで住所入れようか。あ、日連れか。日連れ <laughs> 日連れえぇ、ー、そんな感じなのか。うーん、ちょっと変な感じだね。 桂橋ここですからね、ここまで。<laughs> プレジャーフォレストってまだあんだね。どういうこ何もあんのか、プレジャーフォレストって。ねえ,え、というわけです。ちょっと変な形してるね。でね、今回、あの、古地図の方なんですけど、古地図がね、えっとね、ちょっと待ってくださいね。古地図の方にしますけど、よいしょ、よいしょ。あれ違った。 違うもんちゃった今こっちよしちっこかかよょあれなんか全然違うもん。あこっちか。ごめんね。えっと、これか。古地図なんですけど、古地図がね、あれ、ちょっと待って、古地図が、これね、ないんですよ。うーん、あのー、旧津久井郡エリアっていうのが、古地図がなくてね。 ほらほらどんどん日にちを変えてってもこれは変わらないんですよ。でね、ここ,こまでこういってさ、ここで境目なのよね、うん。ここから先がないということなんでしょうね。首都圏で見てもないですからね。うん、ちょっと残念なところでもありますが、ただ、あの、 写真の方はねありますんでちょっと国土地理院の方を見てまいりましょうか皆さんではい何といってもこのプレジャーホリストがどう変わっていくかということですねはい、えー、まずは1941年ですねここはプレジャーここですね若柳ここら辺ですのでちょっとそこで見ていきたいですけど例えばどこが近いんだ 4番、えー、1942年ですの若柳全然わかんねえな <laughs> 全然わかんねえなこれ <laughs> どこだこれ <laughs> ここでしょこれどう見ればいいんだあ全然わかんねえなこれこれ沿いこれ道かなこれ何これ相模川か もう全然今と形が違ってるからわかんないな。これがじゃあ若柳。今のプレジャーとかあるところらへんってことかな。ああ、ちょっとわかんないな。例えば8番。これ逆サイドになるってことね。これ相模川でしょ。こう流れてるのかこれがだから若柳ですね。ここが。えーえ。ええ。 ちょっと待ってね。ちょっと見にくいかいもうちょっと下げようか。このぐらいにしとこうか。うーん。この字が邪魔かな字をちょっとさ、字をちょっと上に投げよう。よいしょこ。のこの字はちょっとね、ちょっと今微調整します。こんな感じでいいか。ね<え>。うーん、なんか、でもここになんか住宅地はあるんだよな。これで見るとだから、ああ、寄せの方だね、多分ね。うーん。ちょっともうちょっと。 なななんかないかいええっと1943年これ相模湖全体ですうんこれが相模川だろうだからこここれだろうね多分ね若柳っていうのはだからまだね相模湖はないから当然だから相模川がこう流れててここで分岐してるように見えるんだけどあそっかこっちか 動詞の方となでの方で分かれるのかはあ、はあはは。だからこっちが動詞の方でこっちがなでの方だね。うん、こうだね。なんとなく分かってきたぞ。まだでも全然開発はされていないという感じですかね。はい。ちょっとここもないな二2番。これが。あ これ1946年、これ相模湖できてますね。相模湖ができるのが終戦後になるので、ちょうどあの太平洋戦争中にはできないんですよね。これ、相模湖できてます。で、ここがこの相模川ですね。で、さっき見た、ここ、これだね。こっち側がだから若柳の飛び地になるってとこですよね。 ここがこれが橋かだからこれ辺が寄せかだったら中央線が見えるはずなんだけどなもう走ってるはずだからうーっと行くという形ですねもう相模湖できましたけど人は全く見えないなぁ1946年ですうん次えっと1948年 あこれこここまで来てまでてすねこれはだから津久井街道か今のこれあの小熊牧野牧野の方に抜ける道ですよねでこっちからこう駅の方に向かうという形ですよね7番8同じく8340あーそうですねこれ若柳の今でプレジャーがあるとこでもなんかできてできてはいないのかここの この道すごいなこれってどの道だこれこのくねくねってなっていくあこれか大垂峠かああそっか大垂峠こう位置的にこっちここら辺になるのかはあははなるほどあごめんなさいなんかすごいえっとねどこまで行った地図がずいちゃったえーっと 48年まで見たのか次行きましょうここら辺は地図がないな50年代っていうのがないなあった5番56年56年の方はこれはちょっと若柳っていうかあずの方だよねうん すわらしに近いのかなだからこの辺がプレジャーですよねこれあずでしょここあずの交差点じゃないここが多分これで言うとだからここがあずの交差点でしょあうちごあそうだよねあずの交差点だよねうんあれちょっと何 なんかあれえどちょっと待って、ちょっとどこ行くの俺 <laughs>、どこ行こうとしてる今、こっちでこっち、こっち、こっちこっちだこ,こっち、よしよし、よしそっか、あずだね、今のはね、ちょっとなんか、どん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 地図が動いてきちゃってる、えっと、ちょっと待ってね、ね落ち着いてみていこう <laughs>、落ち着いていこう、なんかね、どんどんよそ見しちゃうんだよな、他のとこ見たくなっちゃうんだよな、えー、っと、 今50年、1956年見ました、今、地図、写真ですね。あ、でもそんなにないなぁ。これ56年か。これも56年。昭和31年。さっき見たやつですね、あずですね。あずの周りはでもやっぱ人が多いね。で、こっちは津久井に行ける方だから、ここもやっぱ出てきてるけど。 うんまだでもそんなにすごい発達したという感じではないですねえっと1956年あっ、まま、全然山でも結構削れてきてるような気がするなあこれ相模川ですねまだでもなんかできてるなっていう感じではないですよねうんいつになったらできるんだろう 次か1961年ですなんかつく。なんか作ってるなぐらいしかわかんねえな、これだと。同じ56年。いや、でも何にも作ってないよね、まだね。ここが相模湖ぐーっとまて嵐山のね、あそこの下の、まあ、なんだろう、道門みたいなとこを通っていくというとこですね。ここから坂でね。 ラブホのマドンナこの辺なとこですね、はい。で、次行ってみましょうか。えっと、70年代になりました。これは70、これがまだ68年。あ、でもなんか作っ、なんか、あ、でも山の形は変わってきたなぁ。道はもうほとんど今だね。今の道になってますね。若いけどこう。 囲むようにして道があるんですよね。で、これが多分、ちょこっと見えるのがこれが桂橋じゃないここ。ただ、こう、こうだよね。この道沿いが若葉大、若柳と思っていただいていいと思います。うん、で、74年です。あ、これから、あー、でもなんかできてる、ほら。できてる、できてる。<laughs> で、これってほら、 有名な話で力道山がねここら辺を買い取ってなんか作ろうとしたという話もあるしまあ74年だからこれもピクニックランドだろうなまだねうんでこの辺のやっぱあずからかけてねこの辺のこれあれかあなんだっけ公園なんだっけあの公園の名前忘れちゃったよ公園の名前なんだっけなんかすごいさっきから変な通知いっぱい出てくるんだけど この公園の名前なんだっけ <laughs> このの公園の名前なんだっけ <laughs> <laughs> なんだっけこのあそこあっち見れば分かるのかちょっと待ってね。えっとね、こっち見れば分かるか。あ、相模湖林間公園。これだから林間公園じゃないのこれ、こっちに見えてる。ちょっと地図はいろいろとあっちこっち行ったけど。ねえ、これ林間公園。さっきの林間、あれどれだこれか。これなんかね。 地図がね、ちょっと動いただけでもなんか違うのが出てきちゃうんですよね。ちょっと一回これ真ん中に合わせちゃう。ちょっとね、ずれちゃうんだよね。に。今、七十何年まで見てきました。だから、この、 70これ68年ってやつですね。68年、71年。ちょっとも見えないな。74年、74年。これも80年だ七74年。これが74年。さっきのやつとほとんど同じですね。 これだからプレッチャーができて、これ林間公園ですよね、相模湖林間公園があるという形で、7番ちょっと見てみたいな、これ、あずの方だね <laughs>。これ、道志川でしょ。だから沼本ダムだよね、これがね。で、こう来て、これってなんだっけこの道って何こう この道かこの道だね素晴らしいえこの道ってどこ抜ける道これこう来てここかこの道だなあここでも若柳と素晴らしが飛び地みたいになってるなんかこことかおかしくないこれ <laughs> これなんか。 これここだけ座らしってことでここだけ座らしってこと何よこれ <laughs> この辺の <laughs> この辺の領土問題どうなってんのこれこの道か関口同志線って書いてんのかなこの道だねこの道がだからあのさっきの写真でいうところの いろいろ画面を壊しせてるからさそういうところのこの道なんだろうねうん多分そうだろうなでちょっともうどんどん見ていきましょうかもしもう戻ってもいい時間なんだよねさっきまで悩んでたんだよなこれやると長くなるなと思ってたんだよねもう早く寝ようかなと思ってたんだけどえっともうなんか地図がないな もう地図がないね5番も2008年だからもう完全にねできてるってことだよねここにほら野球場もある資材料域行きましたねうんだから多分ね70年代ぐらいにプレジャーができてるっていうことかなピクニックランドか今でいうモリ,モリね10番1993年 そうでしょうね。これだからなんかできてるもんね、ここにね。これだから若柳でも裏手側か。若柳で裏の方。こここう行ってこう、こう行ってこうじゃねえか <laughs>。わかんねえか <laughs>。要はだから、桂橋のトンネル、若柳のトンネル抜けて左に曲がって、ここにもあるんですね、集落が。こういう感じでね。うん。だから僕は、こう。 ここを相模来る駅だから、こう来て、こう行くと混むときがあるんだよ。こっち行くと。こう行くときが早いんだよね。こっからこうあずに抜けていくって道がね。うん。結構狭くて、みんな飛ばす道なんだけど。うん。いや、でも、まあ、まあ、プレジャーフォレストだよな、やっぱしな。若柳っつったら。でも、このさ、地図見てさ、さっきの。 えぐくないなんかなんかさここはだって違うんでしょこれこれ赤が若葉台のエリアでしょでこっち飛び地あるとかささっきのここねさっきのこの若柳の山の向こう側ここにもあるっ集落がねうんなんか桂川橋があってこ左に曲がってくると こっちの方が早いかもしれないですねこっちからこう桂橋がこう回ってくるかここら辺がなんかすごいことになってるよねこの細いこれ別に道道沿いでもないのか道沿いなのかな一応こうなってるっていうのがさこれだから前なんかあったんだろうねここになんかこう道があったとか 川があったとかそういうことじゃないかなあず川ってどこだっけあず川あずの交差点がこれでしょあ違うか内側の診療所かもうちょっと手前かえー、っとあこれこれかあずあずあずの交差点ねであず川が多分これ だよね安土川の跡でもないのかこう来てるのかな安土川がこれでも川だよなよく考えたらこれって確かにこの道の一直線ってなんか怪しいよね いそっかあづがはえっあづがはじゃあすわらしのもんなんだ <laughs> そういうことなのかなあづがはすわらしのものここでだってすわらしと分かれてんだよねうちごし内ううちだからすわらしのはずだよ住所はそうだね <laughs> うん えー、そういうことでいいのかなだから、あず、これ、あず川だよねこれね。なんか違うとこ行ったぞ <laughs>。<laughs> おい <laughs>、違うとこ行っちゃう緑区。どこの若柳だよ、これ。横浜の若駅かな <laughs> ここのだからね、ね扱いがちょっと、ここね、これ。これだって、あず川だよね、これね。相模川の支流でこう来てるから、あず川だよな。だから、あず川って、 でここまで伸びてるけどここまでは相模湖なんだねここまではでこっからは違うんだよなね不思議これでこの飛び地の部分っていうのもここだけ若柳ってことでしょこれってなんだっけここはまあ相模湖だからこれでまあ分かれてるっていうのは分かるけど ここ何があるんだろう何かあんのかなここにいやないねどうここのご自宅の皆さんはすわらしじゃなくて若いネギなんだよねここだけ何だろう何かあんのかなここだけ飛び散ってるのはだってここまででしょこれはどうこれ全部がすわらしですわらしから若いネギになったのか で違うよね、多分ね。これちょっと面白いな。うん、今まで若いねぎだと思っていたプレシャーフォレストは実は素晴らしい入り口だったっていうね。<laughs> これも <laughs> ここの飛び地もね、こことかこことか、こことかな。なんかあるわけじゃないもんね、ここら辺ってね。なんかなんか特別な、ほら普通の道だもんね。ここはだから。 住所上では若柳ってことでしょこれなんだこれなんだこれなんだ内五章か。内五章だもんね。内五章の左側でしょこっち側でしょ内五章じゃないもんね。内五章ここだもんね。内五章の裏手あたり。ちょうどだから土俵がこの辺じゃないこれこ中途半端なとこが若柳になってんだよな。 いやこれね古地図があったらちょっと分かったかもしんないんだけどなうんいやちょっとこれは意外だねスワらしと若柳なので一体何があったのかちょっと調べたいと思いますはいというわけでえ今日若柳見てまいりまかね知ってる方は是非ともコメントいただきたいと思います若柳とスワらしのこの間がねなんかまとめちゃえばいいような感じもするけどそうはいかないってこの 時までこういう状態になってるってことは何らかの理由があると思うんだよねで。で安須川は素晴らしのもんだっていうね <laughs>。そこもね <laughs>。どういいじゃん若いなぎでもんでて思うけどな。なんかあんだろうな。この辺は分かんないね。でもこういうこういう感じの飛び地って珍しくないなんかね。1か所ぐらいならあるかもしんないけどさ。ここここねだからここ ここら辺だねここにもちょっとだけあるしさこれはもしかしたらこう相模湖ができたここは全部若屋ネギでさこう若屋ネギだったけど相模湖ができたからここ分かれてるだけかもしんないねこっち側に関して言うとねでもここなんてさ川とか関係ないじゃんねここもそうだしこの辺をなんか微妙にこれは多分安土川の この流木によるやつだと思うんだよなこの辺の飛び地的なものってなと考えるとあっでもこっちにあずがあるもんだこうあずが上がったのかな昔うんそれしか考えようがないよなここもだから川が実はここまでこうあってさっていうこといやでもここ山だからなちょっとこれまた何らかの形で調べていきたいと思いますはい というわけで、今日は若いなぎ見てまいりました何か情報を持っている方はぜひともコメントお願いします。ちょっと皆さんで考えてみましょう。これどう、どうしてこうなっているのかというのはね。はい、というわけでありがとうございました。えー、また来週も水木、木曜日に配信したいと思います。えー、次はどこの地区に行くのか、えー、考えておりませんでした。またお会いしましょう。